はい、くらチャンネルです。今日は仲間内の大会第3戦目1位2位ときたんで3戦目なんで少しずついこうかなと思います。ではスタート。はい、スタート前です。ロングドライブしてきました。スタート地点から最奥まで。今日はどうなんですかね。最初のポジションは今の状態では分かっているんですけど、今日の状態が全く分からないので。負けした。見立てとは違う。ほんま？何見立てとった？ちょっとフワーって浮いとるやつを狙いよ。沖の中層とか。でも、ならんね。あ、それはシャロー朝打ったけど。朝打った分は、まあ、シャロー一応攻めとこうかなと思って打ったら、2本ポンポンってきたけど。でも、その魚じゃ多分、打ちしてる。もっと進行してシャローでこう捕食しようんかもしれない。これが遅いんかもしれない。あった。だって引っかかったの取り行っただけじゃん。うん、いや外れてないんじゃないかな。魚に外してもらったような感じ。釣れちゃった。
あー負けた。取るよ。どうせ顔体ができんけん、あんまり大きく見えんけん。優勝は八坂帝王5420。おめでとう。